ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザードイベントコードマンス総選挙ステージ7アイリエッタ戦をやっていきたいと思います。もう前回のヨルスケさんステージでも鬼のように苦労したので、多分次もめちゃめちゃ苦労するんじゃないかと思います。多分7回目か8回目の挑戦です。多分勝てないですねこれ。僕がついているから何も心配することはないさ。あなたも私の治療が必要ですか？見せてあげるよ、僕の調査能力と推理力を。これでいこうか、期待通りだ。さあ、すべての謎を解き明かそう。マナ、セット完了お願いします。ターンエンドです。まずは状況把握からだ。マナを配置するね。この手札を選択するのはどうかな。さあ、来たまえ。このミニオンをベースへ。ベース、もうできることはないね。ターンエンドだ。行きます。マナ、セット、はい、ミニオン召喚します。行きます。ちょっと何するの。まずは状況把握からだ。この手札を選択するのはどうかな。僕を助けてくれるかい。このミニオンをベースへ移動。体勢を立て。この手札を選択するのはどうか。ミニオン召喚。ターンエンドでいいかな。ターンエンドだ。行きます。マナ、セットお願いします。行きましょう。ターンエンドです。少し状況を整理しようか。この手札を選択するのはどうかな。奥の手だよ。このミニオンをベースへ移動。体勢を。ターンエンドでいいかな。参ったな。行きます。マナ、セット完了。この力で人類を救済します。一気に攻めます。このマジックを使おうよ。覚悟。こっちのカードを選ぶべきだろう。パスしちゃおうか。もう何回じゃないかな。畳みかけましょう。ターンエンドです。少し状況を整理しようか。これでよしっと。このマナーをフィールドへ移動させようか。フィールドに移動させよう。この手札を選択するのはどうかな。奥の手だよ。こっちのカードを選ぶべきだろう。ライフにアタックするのはどうかな。犯人はお前だ。マジックを発動します。このマジックを使おうよ。マジック発動。このミニオンを選んでみてはどうかな。いい感じだ。お見通しだよ。このマジックを使おうよ。これならどう。このミニオンを選んでみてはどうかな。ライフにアタックするのはどうか。ちょっと我慢してね。お見通しだよ。ライフにアタックするのはどうかな。犯人はお前だ。外さないよ。もっと慎重に行こう。私のターンです。マナ、セットかできます。このミニオンでブロックしようか。引かないよ。今です。ミニオン召喚します。ミニオンを強化します。できます。パスできないね。ブロックするミニオンを選択しよう。危ない、危ない。できます。できません。ターン、防衛を開始します。順当のようだね。このカードをベースに貼。これでよしっと。ライフにアタックするのはどうかな。ちょっと我慢してね。パスしちゃおうか。
お見通しだよ。この手札を選択するのはどうかな。協力してもらうよ。このマジックを使おうよ。まだ終わってないよ。このミニオンを選んでみてはどうかな。ライフにアタックするのはどうかな。犯人はお前だ。残念だったね。私のターンです。マナ、セットか、ミニオン召喚します。ミニオン強化します。できます。パスしちゃおうか。パスできないね。ブロックするミニオンを選択しよう。効かないよ。できます。パスしちゃおうか。このミニオンでブロックしようか。効かないよ。できます。ここはパスして、マナを温存するのはどうか。パスできないね。ブロックするミニオン。効かないよ。ターン防衛を開始します。順当のようだね。このカードをベースに配置してはこんな感じかな。このマジックを使おうよ。まだ終わってないよ。このミニオンを選んでみてはどうかな。ライフにアタックするのはどうか。ちょっと我慢してね。パスしちゃおうか。外さないよ。ライフにアタックするのはどうかな。ちょっと我慢してね。ここです。ここはパスして、マナを温存するのはどうかな。外さないよ。ライフにアタックするのはどうかな。犯人はお前だ。この手札を選択するのはどうかな。いや待って、マジック発動。このミニオンを選んでみてはどうかな。ライフにアタックするのはどうか。これはひょっとするといけるのでは。外さないよ。犯人はお前だ。やったー。7回か8回はとりあえずしんどかったです。君と僕とで掴んだ勝利だ。ひょっとしてなんか 5,6 回やってるとちょっと優しくなるのかもしれない。それじゃあ今回の成績を見てみようか。なんか今回いっぱい復活してくるカードが出んかったからね、ひょっとして手心が加えられるのかもしれないです。長かった。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。次回はメディーナ参戦を取れたら取っていきたいと思います。では失礼します。